久保さん、ナイトライダー2000、大活躍じゃないですか。置いとくだけで、ナイトライダー2000円の、なんだ、あの、稼げるっていうね、車両代。車両代稼げちゃいますね、久保さん。まあ、牛乳ね、まあ僕が牛乳の話を聞いたのは、病院に勤めてる人から聞きました。うん。で、病院に勤めてる人から聞いて、で、病院の勤めてる人の、 その病院の、なんだ、なんかその学会みたいなのあるじゃないですか。そこでも発表された論文があって、まあその話を聞きました。なんで、まあ、病院に勤めてる人の話が、じゃあその論文で出てるやつが、まあ絶対かと言われると分かんないですけど、何をもとに絶対を決めるのかっていうのは、自分の判断でいいんじゃないですかね。うん 単純に僕は本当に牛乳飲んで、まあ下痢品になってたんで、まあそれでもの、まあ今はね、多分今飲んでもゲリピーにはならないですけど、うーんまあ下痢品になるのをわざわざ飲ま,飲まなくてもいいかなっていう。だ会う人もいるでしょうね。だからそれは人それぞれでいいんじゃないですかね。うん。で、あとは何の情報を信じるかですよね。久保さんが話してる、いや、あの、なんだ、あの、ことを信じるのか。 で、久保さんの即歌塾に入る、久保さんを信じて即歌塾に入るのか、僕を信じてドリームアカデミーに入るのか、それは人それぞれなんでいいんじゃないですかね。で、何かをまあ否定しちゃうと、全部が否定になっちゃいますからね。なんかその、なんか、なんか自分の中の常識だったりとか、自分の、こう思うでいいんじゃないですか。これが可愛いとか、これが綺麗とか。うん。例えば、世の中には、うん、なんか、 まあジャニーズには勝てないんですけど、ジャニーズとかね、モデルさんとかね、世間的にまあかっこいいとかね、世間的にかわいい、綺麗いっていう基準があると思うんですけど、もしその基準通りであるんだったら、多分、人類って存続できないと思うんですよね。だって一部じゃないですか。じゃその一部の人と結婚して子供を産むという。 ことしかできないわけじゃないですか。それじゃないとダメみたいなね。かっこいい人じゃないとダメとかね。かわいい人じゃない。こ、ま、の、あ、テレビに出てる人一部ですから。この一部と結婚して子供を産むとかね。子孫繁栄できるのは一部じゃないですか。まあ、あと大半無理じゃないですか。だから、なんかその、自分がかわいいと思っても他人から見たらね、お前よくそんなブサイクと付き合ってんなとかあると思うし。でもそれを否定したら、 うーんまあ、そもそも世界が成り立たないのかなっていう多種多様であり多種多様の考え方であり多種多様の宗教があり多種多様のあ民族がいてっていう、うん、だから例えばイスラム教の人に対してそれはダメだって言ってもイスラム教の人はそれを崇拝してるだろうしだから自分が信じるものでいいんじゃないですかね。うん で、その自分が信じるものを言って、あ、確かにそうだなって思うし、そのこと、話すことを信じてくれる人を集めればいいだけなんで。うん。だからね、結構ね、周りに流されてる人って、多分、自分が信じれるものが一つないんじゃないですかね。こうだっていう。うん。要は、周りに流されてしまうっていう。うん。だから、要は、 大切なのは多分、自分が信じて幸せを感じてるかどうか、もしくは自分のライフスタイルをそれを信じてね、ライフスタイル、自分のライフスタイルを自己実現しているのかっていうところが大事だと思います。自分が望む人生ですよね。まあ一度きりの人生ですから自分が望む人生の方が良くないですか。で、それを、それを信じたことによってそれを成し遂げてるのかと。一回アメバ TV だったかな。アメバ TV で、あの、宗教、 のあの多分ねあの、イエス・キリストかな、ちょっと宗教名は多分かあの出してないと思うんですけど、要はその家系に育ったらしいんですよ。でその家系に育った子供の話で、これ、アベマ t v で特殊あのドキュメンタリーでと特集されてたんですけど、要は生まれた瞬間からね、こうはこうだっていう親からもうずっと洗脳を受けてて、もう親は信じてるんですよ。で子供は 本当にそうなのかなっていう。だから自分の意志とは関係なくね。その親は自分の意志でそこじゃないですか。でも子供って、うん、別にその概念ないので、親に言われたらそうなのかなっていうね。自分の意志とは関係なくすこう叩き込まれるみたいな。なで、育っていく中で、やっぱ違うぞと。自分の中で気づいたらしくて、脱退して、で、結果、なんだ、親とも音信不通だし、あの、まあ、そういう話をしてましたね。うーん。 だからその子供はは何だろうな自分の意思でそれは違うなと思ったからそれを脱退しただろうしだから自分のこうだと思うところでいいんじゃないですかねうんそれがないと結局周りのねこれがいいとかあれがいいとかこっちが儲かるよとかね結局もうずーっとブレるますよね <laughs> ずっとブレるんでやっぱ自分の意思ですね D の意思って僕好きなんですけど <laughs> D の意思を持てて終わりましょうかいってらっしゃい